第31回スーパーボールは1997年1月26日にルイジアナ州ニューオーリンズのルイジアナスーパードームで行われた31回目のスーパーボール。NFC チャンピオンであるグリーンベイパッカーズと AFC チャンピオンであるニューイングランドペイトリオッツの対戦。パッカーズがペイトリオッツを35から21で破って第1回。 第2回スーパーボール連覇以来のスーパーボール制覇を果たした。MVP はパッカーズのリターナーであるデズモンド・ハワードが受賞した。テレビ中継はフォックスが初めて担当した。1993年10月26日、シカゴで開催されたオーナー会議において、第31回スーパーボールがニューオーリンズで開催されることが決定した。 ニューオーリンズでは8回目の開催である。1996年の NFL シーズンは9月1日に始まり、12月23日までレギュラーシーズンが行われた。プレーオフは12月28日から始まり、NFC は第1シードのパッカーズが順当にスーパーボール進出を決め、AFC は第2シードのペイトリオッツがホームでの AFC 決勝に勝利して、 スーパーボール進出を決めた。AFC チャンピオンシップゲームは、フォックスボロのフォックスボロスタジアムで行われ、ニューイングランドペートリオッツが20から6でジャガーズを破り、11年ぶりのスーパーボール進出を決めた。NFC チャンピオンシップゲームは、グリーンウェイのランボーフィールドで行われ、パッカーズが30から13でパンサーズを破り、第1回、 第2回スーパーボールを連覇して以来29年ぶりのスーパーボール進出を決めた。デズモンド・ハワードは99ヤードのリターン TD を含めてキックオフリターン、パントリターンで244ヤードを獲得した。ありがとうございます。